皆さんおはようございます。斉良平です。今日が5月27日月曜日ということで、新しい週の始まりですね。はい、僕は、息子のね、病院行ったり来たり職場をしながら、ちょっぴり寝不足です。はい、なんですけども、皆さんの祈りが素晴らしいことに、ICU 両サイドの子供たちがいたんですけどね、両サイドの子供たち、うちの息子を除いて全員一般病棟に移りました。はい、うちの子はね、ちょっと慎重にっていうことで、まだ様子を見てるので、もう今週もしかしたらちょっと ICU から出られるかもしれません。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということで、はい、まずは若干のタイムラグはあるんですけども、病院の行ったり来たりでちょっとバタバタしてるので、少し取りだめをしたりしますけども、一番最初の僕にね、病んでる時じゃない、この期間ずっと応援でね、スタンプを送り続けてくれた方、正解者の方たくさんいましたね。はい、実はですね、桜庭大王です。はい、桜庭先生ですね。はい、っていうのもね、筋肉スタンプをずっと送ってくれてたんですね。筋トレしてるか、ジムに行くぞみたいな感じで、今ジムみたいな感じで、ずっとスタンプ送って、何か忙しい方なのに何かあったのかなと思った時に、ハッと気遣ってくれてるんだなと思った上で、はい、桜庭大王がね、ずっとね、スタンプ、この期間もたくさんの方が、メッセージくれたりはしてたんですけども、毎日一日多分妻よりも、やり取りが多かったですね。一番この期間やり取りが多かったのは桜庭大王でした。はい、毎日ずっとスタンプ送ってくれてましたね。はい、その他にも何面さんとか天竺マンとかね、もう香取さんとかももちろんそうなんですけども、ずっとね、メッセージをちょこちょこ入れてくれたりしてたんですけども、白駒先生もそうです。あと、いっぱいいっぱいですね。朝倉先生もそうですし、入れたけど、毎日恋人かのように入れてくれてたのは桜庭大王です。その上で正解者の方は、一番最初に入れたこの周一さんって方ですかね。はい、概要欄の方に、うちの、マネージャーの、アドレスが乗っかってますので、問い合わせしてください。こっちから、プレゼントの方を送らせていただこうと思いますので、概要欄の方にアドレスが載ってますので、よろしくお願いしますってことなんですが、はい、継続して今日は九星気学、三碧木星の人の今年の運勢とか、ちょっと裏技についてお話ししていこうと思いますね。はい、そんな感じで、今年三碧木星の方、2024年、三碧木星の方、よくね、神社とか行って張り出されたりしてると思うんですけども、八方塞がりって出てると思います。はい、八方塞がり。四方をね、他の九星に囲まれて、八方塞がりっていう状態になるんですけども、この年、つまり2024年に生まれた人たちは、全員三碧木星っていう星になっていくんです。今、三碧木星の人っていう人たちは、つまり何かというと、三碧木星が中宮、つまりこれが、八方塞がりの状態の年に生まれた人たちが、三碧木星というふうになっていくんですね。その上で、全般的に言うと、結構がんじがらめで身動きが取れないとかって言われたりすることがあったりするんですが、運勢自体は決して悪くありません。はい、上昇というか、運勢はね、とってもね、いい状態、安定はしてるんだけども、何かをやろうと思ってもなかなかね、うまくいかないとか、行動にできなかったりとかいう年だったりするので、急がないようにしてくださいね。まず一つは、三碧木星の方の基本的に頭の回転も早いです。その上で、せっかち早とちりちょっと弱点です。はい、せっかち早とちりだったりとか、あとは喋ってる時にちょっとオーバーな表現をしすぎて人に勘違いされがちっていうのがあったりしますね。僕もね、釣り仲間にはね、三碧木星の方がたくさんいらっしゃるんですけども、これぐらいの魚を釣ってもこれぐらいだったっていうことがね、よくね、言ったりしますけども、そんな感じで、ちょっとね、せっかち早とちりなところが若干あったりします。なので、落ち着いて行動することがとっても重要ですよってことが一つと、あとは、継続は力。三碧木星の人はね、パッと思いついて何かをふっとやっていくっていうこと、行動が結構伴わないことがあったりするんですよね。なので、よしやってみようと思ってやってるものの、あともう少しで、花が咲きそうになってくる、実がなりそうになるタイミングで、もういっかなってやめちゃうところがあったりするんです。なので、本当にコンコンと続けていくことがとっても重要ですよってこと。なので、継続こそ力ってことをぜひとも覚えておいてください。その上で、今年2024年という年、ちょっと覚えててほしいことは、ここですね。先ほど言ったみたいに、八方塞がりっていう年ではあるものの、決して運勢は停滞してるとかいうわけではありません。上昇期ではあるんです。なんだけども、何かやっていこうかなとか思っても、なかなかね、自分の思い通りいかないっていう、ちょっとムズムズするっていう年だったりするんですけども、この年、結構ね、自分が得てしなかったような感じで、出世したりとか物事の中心に据えられるってことがあったりするんですけども、そういう時は基本的に文句を言わず黙ってやるってことですね。
そんなん私できないしとか、いや無理無理っていうよりも、いやこれはもう流れだと、その上でスッと受け入れた上で抵抗せずに流れに上がらず、その上で黙ってやっていくっていう、継続してください。そういう風にしてちょっと辛抱が必要な年ではあるものの、運勢はね安定している年ですよ。そしてもう一つあります、これ足元を固めるってことなんですけども、今までの経験上で結構ね上昇してる流れだって感じてる人たちもいるかもしれません。それゆえに積極的に何か行動していこうとか、例えば会社の経営者の人であるならば、まあ、多店舗展開であったりとか、よそのね次の何か新しい事業をやっていこうと思いがちなんですけども、やるなとは言いません。なんですけども足元救われる可能性があるんです、この時期に。やってみたものの、あっちはいいんだけどこっちがなんかちょっと崩れがちになったりということで、ちょっと足元を経営者の人じゃなくてもですね、ちょっと一回自分の、例えば経営者の人は足元固める、今のスタッフさんたちの状態を見ていくこともそうですし、普通に勤めてる人たちは体調管理であったりとか、今一回ちょっと自分のメンテナンスってこと自体を心がけていこうということと、周りの環境をしっかりと見据えた上で、なんか抜かりはないかな、ね、その上で一回油断はないかなってことをしっかりと注意した上で、緊張感を持った上で進んでください。そうすれば決して、私はねドツボにはまることは基本ありません。はまる人もいます、はい、はまる人もいます。その上で6月からの運勢の流れは基本的には、まあ、前半の方がちょっとしんどかったと思います。後半からはちょっと波はあるものの、まあ中盤夏ぐらいはですね、上げ下げがとっても激しいんですけども、まず注意してほしいことはこの7月ですね。7月の流れなんですけども、6月は結構好調なんですけども、7月の流れでまあお金、で7月6月7月、うん、7月ですね、7月の部分に関してはちょっと金銭面の余裕がなくなるかもしれないので、節約に心がけておいてください。そしてここ人間関係においての直感トラブルってこと、まあ、行き違い勘違いってことがあったりするので、この辺はですね、先ほど言ったみたいに3匹木星の人は若干ちょっとオーバーな表現をしがちです。それゆえに勘違いされがちっていうのがあったりするので、少し落ち着いて話すことも、楽しかったとかね、嬉しかったってことがあったにしても、それをただただ報告してるだけなのに人から妬みとか嫉妬を買ってしまったりとかいうこともあったりするから、それ注意しておいてください。その上で9月は夏バテっていうところもあったりすると思います。その上で些細なことからのミスっていうところから、ちょっとメンタルがガーンってダウンしがちです。ちょっと落ちどころは7月と9月だったりするんですけども、まああとは基本的に今年後半にかけてはずっと上昇していく流れになっていきますので、先ほど言った通り、文句言わずに黙って、そして足元を固めていくっていうことで慎重に行動するようにしてください。そして吉方位ですね、吉方位、はい、吉方位に関してはですね、3匹木星の人は今年方角はあんまりたくさんありません。タイミングもそんなにないんですが、一つは9月7日から10月6日と12月7日から来年2025年の1月4日までの期間、ここ南星がとってもいいんですけども、今までお話しした一泊水星から時刻土星までお話ししたと思うんですが、まあ、大吉方の話してると思います。大吉方の話してるんですが、ここ9月7日から10月6日、ここの時の南星はですね、結構な最大吉方になりうるっていうぐらい、ぜひともおすすめです。ここでかなり強力な効果があると思います、はい。なので、まあ、南西、この時の南西とかっていうと何でもありです、はい、何でもありなので、何にしても上昇にしていくとか、停滞している時にそれに対してきっかけを与えていくっていうこともあったりしますけども、まあ、方角を見るときはすいません、ちょっとギリギリですけども、あちこち方位っていうもののアプリで、そして気学の30度60度に設定した上でチェックしてみておいてください。その上でこの時の、まあ、12月と12月の南西もいいんですけども、この9月から10月の9月7日から10月6日の南西は結構ゴールデン方位です、はい。なので、ちょっとしたお出かけに使ってみてもいいですし、長い旅行に行ってみてもいいと思います。なのでまあ一泊とかね、日帰りでもいいですよ。ちょっとこの期間ちょこちょこ行ってみようっていうだけでも全然いいんですけども、一撃でやろうと思ったら3泊4日がぜひともおすすめです。で、3泊4日って考えた時に、まあ結構弾丸で行く人たちは金曜日の昼に、仕事早めに終わらせて、その上で、昼以降から休み取って目的地に行き、金土日月曜日の朝そのまま出勤っていう感じで3泊4日達成する人もいたりするので、ちょっと参考がてら覚えておいてください。その上で3匹木星の人の裏技ですね。もともとこれ雷の星なんですね。雷、音を左右したりとかいうことがあったりするんですが、もうね、単純明快なことなんですけども、運とかを上昇させていく上で本当にね、アドバイスってシンプルなんですけども、その上で3匹木星の人、まあ、ラッキーアイテムとかそういったものではないんですね。単純に自分の使ってる言葉を信じ抜くっていうことですね。
あの音なので言霊っていうものに対して最も相性とか縁のある星です。なので自分の使ってる言霊を信じて使い続けていくってことで、自分が叶えたいことを達成したいことを達成していくし叶えていくっていう力の持ち主ではあるものの、途中でね若干の飽き性があったりするので、あーなんかそういえば昔あんな言葉一生懸命積極的に使ってたのに最近使ってないなみたいな感じになりがちなんです。なので私を信じる、そして私が使う言葉を信じて使っていくってことで、言霊の力に超愛されていく力を持ってる人なので、言霊にものすごくゆえんのある人なので、もう言霊として言葉をどんどん自分の中で前向きな言葉を発していくっていうことを使い続けてください。そして叶えたいことを具体的に発していくことによって叶えていくっていう力の最も強い星でもありますよってことを、ぜひとも覚えておいてくださいねっていうことです。はい、そんな感じで、3匹木星の人、明日はねシルク木星で行こうと思うんですが、若干のタイムラグがありますけども、日曜日に出したクイズですね、あの陰でねすごい応援してくれた人がいて、その方の正解者はまた明後日ぐらいですかね、はい、明後日ぐらいまた発表していこうと思いますので、正解者の人たちには、僕のねガチャグッズをプレゼントしていきますっていうことです。その上で今日は筋肉ネタですね、筋肉ネタがありましたね。はい、なので筋肉新しい週なので、はい、もうそろそろいいんじゃないのやりましょうかね。はい、そんな感じで今日も、筋肉ネタやっていこうと思います。はい、これは S さんからですね、 S さんからです。はい、そんな感じでいきます。サイさん、よかったね息子さん、俺も祈ったよ。もちみさんがいいこと言ってた、あの時に筋肉の力なんて全然必要ねえよ。やっぱり祈りが最高、間違いない。うん、本当によかったね。でもさ、この期間大変だったと思う。メンタル的にもきつかっただろうしね。うん、でもこの期間さ、乗り越えられたのは、なぜ乗り越えられたのか、うん、スタッフや家族の協力があった、間違いない。 YouTube を見てくれてるたくさんの人たちが祈ってくれた、間違いない。それでもこの期間、あなたが病むことなく乗り越えられた一番の理由が何だか分かりますか？もう行っちゃうか。筋肉です。はい、そんな感じでした。はい、筋トレはね本当にね足しになりましたね。はい、余計なことを考えずにねコンコンと集中することができて、まあバキバキになりましたけど体が痛くてですね、でも本当に少し、余計な考えだったりとか自分の考えがネガティブに走れそうだなと思うときはね筋トレおすすめですよ。はい、です。そんな感じで今日も元気よく皆さんをガッツポーズで見送っていこうと思います。では行きます。行きます、せーの、よっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい。